こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ケアレススポット、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。アローポジティブ、前に行きそうです。スペクトラム、それに続いています。さらにはアイアンフライヤー、16番、ケアレススポット、その後ろサファイアミニスター、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはアローポジティブ、これに続いてスペクトラム、その隣にアイアンフライヤー、前に戻りましょう。アローポジティブ、先手を取りました。これに続くのがスペクトラム、赤の帽子フロージュリア、その後ろ内からはアイアンフライヤー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。この辺りで先頭が変わりました。シャンクシー、アローポジティブ、ほとんど差がありません。スペクトラム、3番手カワチサタデー、いい位置。果たして先頭を捉えるか。ここで先頭に立ったスペクトラム、スペクトラム先頭。2番手はアローポジティブ、残り 200m、 スペクトラム先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アローポジティブ追いすがります。スペクトラム先頭だ。スペクトラム1着、スペクトラム1着、2着にはどうやらアローポジティブ、勝ったのはスペクトラム、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さて何が行くのでしょうか。競泳マーチ、前に行きそうです。大トラック、それに続いています。さらにはドルジア、11番、ストロングフリー、その後ろジュエリーアップル、後方に控えました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前に戻りましょう。先頭は競泳マーチ、短期の逃げに持ち込みたいところ。ストロングフリー、すぐ後ろメジャービーム、それに続きますハートイン、そのうちに続いています。並んで15番、セントラルビーナス、プリマバウンド、この馬もこのグループ、すぐ後ろにブルーミングブロンド。さあ先頭はダイヤファン、サンライトモントレー、ほとんど差がありません。ストロングフリー、3番手競泳マーチ、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。ダイヤファン先頭、差はほとんどない。2番手はサンライトモントレー、追いすがります。さあ競泳マーチ、一気に来た。ライアファン頑張る、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ライアファン先頭、差はほとんどない。2番手は競泳マーチ、あと 200m、 ライアファン先頭だ。残り 100m、 ボルジア先頭、スリーピータイム、ボルジア追いすがります。スリーピータイム、スリーピータイム、1着、2着は微妙です。勝ったのはスリーピータイム、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはロンドンノート、綺麗なスタートを切りました。ラケットプリテンダー、前に行きそうです。
サンエリート、それに続いています。さらにはロンドンノート、8番トラストガバメント、その後ろ、ここでショートトラックのコーナーにかかります。もう一度先頭から先手を取ったのはロンドンノート、その隣にアフリカンテル、その横にラケットプリテンダー、サンエリート、この馬もこのグループ、マダムブライドル、すぐ後ろにヤングウエスト、その外からキングズシアター、その隣にステイキャリアー、その横にメジャーレーヌ、内からはグリーククライ、その隣にトラストガバメント、内からはソロモール、黒の帽子エターナルエリザベス、その後ろ最後方にビーマイトゥルース、各馬雨の中懸命の力走です。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。9番ラケットプリテンダー並んで16番サンエリート、好位置をキープしています。サクラローレル、その後ろからはヤングウエスト、並んで2番マダムブライドル、ステイキャリアー、この馬もこのグループ、その隣にロンドンノート、並んで3番キングズシアター、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から、先頭はなんとサクラローレル、場内も大歓声、すぐ隣にラケットプリテンダー、その横にサンエリート、ヤングウエスト、そのうちに続いています。その隣にロンドンノート、その横にトラストガバメント、マダムブライドル、この馬もこのグループ、すぐ隣にメジャーレーヌ、その横にステイキャリアー、その外からビーマイトゥルース、その隣にグリーククライ、サンライズチャイナ、すぐ後ろ最後方にエターナルエリザベス、先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から、先手を取ったのはサンエリート、その隣にアフリカンテル、すぐ後ろにキングズシアター、ラケットプリテンダー、そのうちに続いています。その隣にロンドンノート、好位置をキープしています。サクラローレル、その外にサンライズチャイナ、さらにはメジャーレーヌ、その後ろにトラストガバメント、ビーマイトゥルース、そのうちに続いています。その後ろにヤングウエスト、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先手を取ったのはサンライズチャイナ、サンエリート、それに続いています。その隣にアフリカンテル、その横にトラストガバメント、ラケットプリテンダー、そのうちに続いています。その隣にロンドンノート、白の帽子、サクラローレル、いい位置につけました。内からはソロモール、その隣にヤングウエスト、すぐ後ろにビーマイトゥルース、白の帽子、マダムブライドル、その後ろ、すぐ後ろにエターナルエリザベス。さあ先頭はラケットプリテンダー、後続を引き離します。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ラケットプリテンダー先頭、差はほとんどない。2番手はサンライズチャイナ、追いすがります。サクラローレル、まだ後ろ、懸命に前を追っています。先頭はメジャーレーヌ、先頭、残り 200m、 メジャーレーヌ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。メジャーレーヌ先頭、サンライズチャイナ食らいつく、サクラローレル伸びません。先頭はメジャーレーヌ、1着でゴール。メジャーレーヌ1着、2着にはどうやらサンライズチャイナ、勝ったのはメジャーレーヌ、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さて何が行くのでしょうか。エリシオ前に行きそうです。ザグレブ、それに続いています。さらにはムーンシェル、6番オーリング、その後ろ、もう一度先頭からエリシオ、先手を取りました。では前の方から見てみましょう。エリシオ先手を取りました。その隣にオーリング、好位置をキープしています。ナリタブライアン、オレンジの帽子、ハートオブピエール、その後ろ、すぐ後ろにスパイホルム、その外からシャーミット、黄色の帽子、シングスピール、その後ろ、デフィニットアーティクル、すぐ後ろ、その外にスウェイン、ピンクの帽子、パレスマスク、その後ろ、その後ろからはザグレブ、最後方にオクタゴナル。各馬雨の中をかけていきます。前の方からもう一度、
一気に先頭に立ちました。8番ムーンシェル、先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方からムーンシェル先手を取りました。赤の帽子デリシオ、その後ろナリタブライアン、後位をキープ。並んで6番フォーリング、クラシッククリーシェ、この馬もこのグループ。すぐ隣にデフィニットアーティクル、その横にハートオブピエール、内からはスパイホルン、その隣にシングスピール、内からはザグレブ、緑の帽子エンタイヤ、その後ろすぐ隣にスウェイン、その横にウィンドイーグル、ナリタブライアン、早くも先頭ムーンシェル、ほとんど差がありません。ホーリング3番手、さあナリタブライアン、このまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ナリタブライアン先頭、1馬身から2馬身のリード。2番手はホーリング、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。やはりナリタブライアン先頭だ。残り 200m、 ナリタブライアン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。シングスピール抜けた、ナリタブライアン食らいつく。シングスピール、シングスピール1着、2着にはどうやらナリタブライアン、勝ったのはシングスピール、見事な勝利です。こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さて何が行くのでしょうか。ネバーウェイブ前に行きそうです。続いてライブリマウント、並んで4番トロットフォード、内からはドブルミズーリ、オールサンクス、そのうちに続いています。並んで8番ジョージオーザ、スペクタクル、この馬もこのグループ。その外にオクトベガン、最後方にサザンウィッシュ、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。4番トロットフォード、その後ろにネバーウェイブ、ライブリマウント、後位をキープ。内からはポールサンクス、オレンジの帽子ジョージオーザ、その後ろ前はトロットフォード、ネバーウェイブ先頭に襲いかかってきました。3番手にライブリマウント、絶好の手応え。10番ライブリマウント差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はライブリマウント。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はライブリマウント、差は3馬身、後続の手応えもいい。後続は大きく離れた。2番手はオクトベガ、ライブリマウント独走、ライブリマウントぶっちぎりです。ライブリマウント1着、2着はオクトベガ、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはライブリマウント。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は桜栄光王、先頭、2番手はジェニー、先頭を捉えるか。さあオフサイドトラップ、一気に来た、あと 200m、 ジェニー伸びてきた、一気に捉えるか。桜栄光王、アヌスミラビリス迫る、ジェニー1着、2着にはどうやらアヌスミラビリス、これが G1 馬だ、ジェニー。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭は優等生、先頭残り 200m、 優等生先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。桜キャンドル、萩野リアルキング、食らいつく。桜キャンドル1着、2着にはどうやら萩野リアルキング、これが G1 馬の実力だ。桜キャンドル